何時、隣人に愛されよ。チャンネル登録お願いします。桜が消えた。朝比奈リオ28、下着メーカーに勤務する OL だ。1年前に念願の企画部に配属されたものの、想像以上の忙しさで残業続き、連日終電だとさすがにきついな、はあ、社畜とは付き合えないってとうとう彼氏にも振られたし、疲れてるのかな。少しでも会社の近くにと思ってこの春越してきたマンションは、確か1階がクリニックだったはず。あ、ジョイさんなんだ。でも小児科じゃね。ほんと最低。うわ、修羅場じゃん。さよなら。すごいイケメン。やばい、目が合った。怒られる。びっくりした。あんなところで揉めないでよね、もう。ああ、今日も疲れた。でもかっこいい人だったな。ちょっとラッキーなんて。よし、今日は早く帰れたぞ。ここ数日ちょっとだるいけど、今晩よく寝れば。あ、昨日の。ちょっといいか。はい。どうしよう、顔覚えられてたんだ。昨日のことでやっぱりイチャモンを。昨日ここにいたよな。いや、あの、何も見てませんから。いやいや、見てただろう。ここに落ちてたんだ、君のじゃないのか。あ、ありがとうございます。もしかしてこのために待っていてくれたんですか。ああ、ちょうど帰ってくるのがクリニックから見えたしな。ん？クリニックってもう閉まってるけど。でもよかった、ただの親切な人だったか。あれ、どうした。なんだろう、急に体が重く。おい、何時、隣人に愛されよ。各電子書店にて好評配信中。スターツ出版が運営する小説サイト&アプリ、小説サイトベリーズカフェ、オフィスラブや異世界ファンタジー小説が無料で読み放題。詳しくは概要欄から。チャンネル登録お願いします。